ここで今日の意識調査です。テーマはこちらです、はい、あなたが選ぶ今年の流行語は、うん、ということで今日流行語大賞発表されるんですよね。ということで番組ではですねノミネートされた言葉の中から8つを厳選しました。皆さんいかがでしょうか。あ、なんですか、神ってるって何ですか。神ってるは広島の選手がこう、活躍した時にちょっとね、鈴木選手がね、はい、鈴木選手がよかった思い出しました。皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。かやさんいかがです、今年の流行語。なんか JJJ とかJJJ はですね2年前ぐらいですよね。止まってるね JJJ いつの間にって感じですよね。そうですね。下田さんは流行語ですか、うんうん、あんまり興味ない。いや、うん、なんかこれに選ばれるともう終わっちゃう気しません。逆にね、そうですね。あえて選ばれないようにするのって大事な気もするんです、うんうん、そうかそうか、うん、石山さんは。僕シンゴジラで決まりだと思ったんですけど、ね、あ、シンゴジラね、ちょっとシンゴジラないですね。君の名はが入ってますがね、映画関係では。はい、さあ続いては今日のボイスクロスです。今日2016ユーキャン新語・流行語大賞の大賞が発表されます。そこで街の皆さんの周りではどんな言葉が今年流行ったのか、皆さんの流行語を聞いてきました。今年日本中が夢中になったポケモン GO に、今話題の PPAP、 さらには小池都知事に関連する都民ファーストなどがノミネートされた流行語大賞。街の皆さんも気になるようで、君の名はポケモン GO、 君の名は、友達に君の名はの CD 買ってあげますね。スマップの解散、うん、いや結構ずっとファンで見てたからね。そこで聞いてきました、あなたの周りの流行語。じゃあ見せていただいて、横に行き当たりばったりの旅。僕の中ではもうクレープはチョコバナナっていう鉄板で。さらに日本トップクラスの偏差値を誇る東大では、島です。何それ。難解な東大生の流行語、皆さん分かりますか。進捗どう。街の人たちに聞いてきました、あなたの周りの流行語。まずは流行の発信地渋谷。はい、自炊です。女子力を高めるためとか節約するために自炊しようと思いました。そうですね、僕の中ではもうクレープはチョコバナナっていう鉄板で、月も 4,5,000 円はすぐに行っちゃいますね。結構トッピングとかも生クリーム増量とかあるんで。それ今ご結婚ですか。あ、しないですね、今しないですけど、はい、彼女さん、彼女も今いない。女の子とクレープとしてはどっちでいいですか。まあ結構究極選択ですね、僕の中では今は本当に。まあやっぱりでもやっぱそこはもう妥協してちょっと彼女を取りたいなっていう感じで、そこはもう感じですね。どうやら男性は団子より花を選ぶみたいです ね。 さあ続いて向かったのは赤門が目立つこちら。今年の流行語を分析してもらうと、お、東大生なんかネットの力みたいなのがすごい強くなっているのかなっていうようなことは思いました。冷静な分析をしてくれた彼女の中での流行語は、あ、島です。結構島が流行っているというか、あの島で研究するっていう人が今最近周りに多くて、あの地方の建築をわざわざ島まで調べに行くっていうようなあのことが周りで結構多くの人がやってるんですけど、瀬戸内海とか大島とか伊豆諸島とか、うん、なんでだろう、今まであんまり注目されてないかったからそういう時期が来たのかなっていう感じもしますけど、もう私今ちょっと卒論とかと学園祭とかが近くて、うん、もうこういう話ばかり聞くわこういう話ばかりなんで、うん、勘弁してください。恋ダンスはやっぱりドラマ見てすごい悶絶してる人もたくさん、恋愛結婚できるなんかできるって思ってない人も多いんで、契約結婚してとかよく言ってる人はいます。もうちょっと裏道があるなら抜けたいですよねと思いました。裏道、東大生の皆さんも恋に学業にと大変そうですね。さあ一方、酸いも甘いも噛み分けた人生の先輩たちにもお話伺ってきました。健康維持、
今だからこそもう健康以外には何ものもありませんね、うん、まあ、健康だろうね、健康が一番だね。やはりお姉さま方の話題に上がるのは健康、一方で元気なこちらのお二人は行き当たりばったりの旅。そうだね、なんかもう一回行き当たりばったりの旅。小学校から高校までの同級生なんですが、今岩手県に住んでて、私群馬で、昨日息子のところに泊めてもらって今日ここに来ました。あ、じゃあ旦那さんは家でしっかり待ってます。時代とともにその人となりも反映する流行語、あなたが今年選ぶ流行語は一体何ですか？こういうのいいですね、やっぱりこうそれぞれの生活実感のある話っていうのは、いいですね。伊勢山さんいかがでしたか？いやー、さっきのおばあちゃんいいです ね個人的には何かやっぱおじいちゃん家で置いてくれる、ね、皆さん個人的に流行語ありますか？いや、進捗どうですかってね、あの流行語とかいつも私言われてる方なので、ずっとね、なんか胸にズキッとこう来ましたね。島田さんいかがですか？はい、僕は会社もっと早く来てくださいっていうのが一番言われてます。社長ということですね。ぜひ皆さんの、はい、流行語があったらまた教えてください。お待ちしております。あ、意識調査の結果、ね、ここで見ていきましょうか。こちらです。あなたが選ぶ今年の流行語はポケモン GO が336票、そしてゲスフリンが327票、結構 PPAP 270票ということで3ですね。はい、保育園落ちた日本史で243票ということになっています。ありがとうございました。以上ボイスクロスでした。